売れなかった世界線のコムドット。はい、どうも、皆さんこんにちは。カッシーチャンネルでございます。皆さんはね、コムドットという YouTuber をご存知でしょうか？まあ、いわゆるね、ポスト東海オンエアと呼ばれている、まあ、男性5人組の陽キャグループ YouTuber で、ぼっちでね、ネットミームとか解説してるどこかのクソ陰キャ YouTuber の対義語みたいなね、存在の YouTuber なんですが、現在ね、コムドットさんのチャンネル登録者数は240万人で、動画の再生回数のアベレージはね、200万から300万と、まあ、とてつもないね、人気を誇っています。まあ、今回はね、そんなコムドットの売れなかった世界線と呼ばれている伝説の陽キャ系 YouTuber グループスピンラブについてね、解説紹介していこうかなと思います。では行こう。スピンラブは2019年8月から YouTube にてね、動画投稿を始めたグループ YouTuber で、メンバーは達郎、俊夫、たっくん、けんけん、たけしの5人組。初投稿の時点でメンバーカラーとジャージをちゃんと用意しておりね、かなり気合を入れて YouTube に挑んでるんだなっていうのがわかりますよね。そしてさらになんとね、メンバーはイケメンが多く、ノリも明るくてね、ジャージなどのね、あの見栄えにもちゃんと気を配っています。もうここまで聞くとね、コムドットとか東海オンエアさんみたいな花のあるそういったグループ系 YouTuber みたいで、もう成功するビジョンしかね、見えないんですが、チャンネル登録者数は140人。動画の平均再生回数は100回前後でありながらもね、スピンラブは半年間諦めずに動画投稿を続けていました。しかし結局ね、もう動画が伸びないと悟ったのか、2020年の1月で動画投稿の休止を発表。まあ確かに半年頑張って、ジャージ代すらね、回収できないってなってくると、まあやめたくなるのもわかりますよね。ではしかしね、なぜそんなチャンネル登録者数140人しかいないスピンラブが注目されることになったのか、それにはね、いくつか大きな理由があります。まずは活動休止中の2020年の7月、イケメン陽キャが5人集まって1年間必死に YouTube を頑張ってみた結果とね、とあるまとめサイトに取り扱われることになります。しかしユーザーの反応は、悲しいな、これが底辺 YouTuber か、なんでだろう、笑っちゃったよ、ジャンルが悪い、すでにベテランがのさばっとる、そんな甘くないんやね、田舎のおばあちゃんが毎日1回ずつ再生してそう、などとね、様々なことを言われるわけですが、むしろチャンネル登録者数140人でね、ここまで注目されるっていうのは、どんな形であれ割とすごいですよね。そしてそのまとめ記事が話題になって、さらに1年が経過した現在、グループ系 YouTuber の筆頭としてコムドットがね、頭角を現していきます。そんなスピンラブと同じ系譜のコムドットが炎上したり注目されるようなことをした際に、 Twitter やネット掲示板では、スピンラブを見習えというね、コメントが生まれます。チャンネル登録者数140人なんで、スピンラブさんはね、もちろん炎上とかしたことがありません。なので、どこかのね、YouTuber がやらかしたりするたびに、ヒカキンさんとスピンラブを見習え、的なね、コメントがどん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 増えていき、そのおかげでね、スピンラブさんは、ナンジェや Twitter などを中心に、どんどん話題になっていきました。このね、通称、第2次スピンラブブームが起きてね、100回しか再生されていなかった動画が2万回とね、かなり再生回数をね、増やしていったんですが、結局スピンラブさんはチャンネルを現在削除していて、YouTube 業界からね、姿を消すことになりました。でもね、今復活したら Twitter とかナンジェとかでね、結構有名になってるんで、すぐチャンネル登録者数増やせて、あの、ジャージ代ぐらいはね、余裕で回収できそうなんで、またね、なんかシャムさん的な感じで復活してくれて、話題になるのがね、めちゃめちゃ楽しみですよね。はい、ということで今回は売れなかった世界線のコムドットスピンラブについてね、解説紹介してきました。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。んじゃあまたね。